ではどんどん参りましょう。続いて石塚さんです。お願いします。こんばんは、石塚です。よろしくお願いします。久しぶりですね。じゃあとりあえず1曲、せっかくなのでクリスマスソングを歌いたいと思います。エルビス・プレスリーでブルーブルース。I have a blue moon to Christmas with his lighting. I'll be so blue moon to shake him out of body. Decoration around on the green Christmas tree once be the sunday.Every you know here is me. And those of blue moons snuffling start to fall. And then some blue moons the memories start to fall. You be doing we don't like with the Christmas so far. But no How's the boom, 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 the Christmas? You be two, we don't ride with you, Christmas so far, the valley.As the blue, 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 blue Christmas And all the rules To not break you start to fall in I have a blue, blue, blue memory start to call in You be doing end of life With your Christmas so far The valor How's the boom, 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 Christmas? Well, how's the boom, 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 Christmas? スティービー・ワンダーの曲でプレスインザス。Rock and roll, roll the string. I keep running towards the dream. Moving on, moving on. Riding each other, traveling.I keep reaching to the freedom, moving on, moving on. There's a place where the sun, where they fall for everyone. Where my poor, restless heart got a love. There's a place where the sun.Waiting for my love is done. Got to find me a place in the sun. Right is love that you love. I get waiting for the moon. Moving on, moving on. Right is right, travel onI've been lonely since my birth. Moving on, moving on. There's a place where the sun waiting for everyone. Where my poor restless heart forgot to love. There's a place where the sun.When they found my love first time, they
got so far from inner grace, with a sun. That's a phrase, when a sun, when we fall for everyone, we'll want to rest his mind. God, Mother, I know it's a phrase, when a sun, when we fall, my love is done. God's a fun, when a phrase, when a sun. Got so far, the main at first, in the sound.普段のバンドで歌ってまして、アロマジゴは今月1回毎月第1木曜日にジリーロールというコンテストの場所で歌っておりまして、ぜひ1月はちょっと第2木曜日、1月10日なんですけどもね、2月からまた第1木曜日に、毎月レギュラーで出ておりますので、ぜひよろしければいらしてください。ありがとうございます。じゃあ何しましょう。なんか言われます？ウォルティーズとかやつでやってるんですけど、そのタイプですか？冬だけど僕が繋がるフロスさんがもうそこくて Rockin' Rockin' on a summer It's a German girl のドゥーク僕が歌うためこのブルービースじゃなきゃのデュー僕を制御するさあどうだろうくるビーそしたら僕は wanna come to you But I'm in the queue for the summertime We got some mama come for time of sun and gone on with some mama dude And if you want a unicorn son of love and make the sun dude We were going to call us and you said it was We didn't make it down with you to the way you got Sister I'm a woman, I wanna come to you But there's no cure for the summertime dude
んでした。さあ、この中は中田坊主のお二人登場でございます。そしてその次が、君島さん、雄一郎さん、ファインさん、水谷久保、酒井さんと続きます。よろしくお願いいたします。さあ、では石塚さんにお話を伺っていきましょう。お久しぶりでございます。お久しぶりです。今日はロイさんから飛ばされてきたとお伺いしております。そうですね、なんか奥さんのお誕生日とかで、あ、お誕生日で今日行けないと。そうなんですよ、クリスマスって言わずにお誕生日とかで。それじゃあ今日行ってこいっていうのは職場で言わ、なんか言われたと。いや、行ってこいっていうわけじゃないですけど、うん、たまたままあこっちも来るし、で今日行くのって言ったら今日行けないっすよ。そういうふわっとした感じで。なるほどなるほど。で今日はですね、皆さんに今年のハイライトをお伺いしてるんですけども、石塚さんにとって2018年どんな瞬間が一番ハイライトでしょうか。ハイライトね、あのね40歳になります。一つ大台といいますか、なんかなったばっかって実感湧かないって言いますけど、どうですか。いや、なんやろ、なんか若いねって言われることがちょっと嬉しいです。なるほど。どんな時にさ、若いねって言われるの。バンドとかの時になんか衣装とか着て、まあ、メガネもコンタクトするんで、してると言っていただけるとちょっと嬉しい。なるほど。いや、でもそれ音楽やってるっていうのは一つ若さの秘訣かもしれないですね。実際だって40代に見えないですか。いや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 、何かのやりたい、何かのやりたい、こんなのやりたい。そうだね、何だって話をしてたんですけど、でも全然40代に見えないなって。そうなんですよ、ほら見えないって声多いですよ。照れ隠しじゃあ、その石塚さん、40代の目標を一言お伺いしてよろしいでしょうか。いや、平穏無事に50歳を迎えたらいいかなと思ってます。平和に40代を生きるようにいただきたいなと思います。石塚さん、ありがとうございました。来年よろしくお願いします。さあ、それでは続いてまいりましょう。今日はお二人でございます。ラクダボーイズのお二人でございます。よろしくお願いいたします。こんばんは。ラクダボーイズ、ちょっと久しぶりで緊張してます。メンバーつかまってます。いただきたいです。はい、基本的にキャラクターボイズの S&G しかできないんですけど、その中から、ご案内を。I walk on.
次の曲も何なんでかなって思ったんですけど、まあ冬に、なったらやる曲っていう、夏にはやらない。Feel the rain within you now, the sea
その次が雄一郎さん、そしてその次がパインさん、水谷久保坂野さん、そして浩平さん、で最後はリングプラスさんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、それではラクダボーイズのお二人にお話を伺っていきたいと思います。さあ、2018年もありがとうございました。ありがとうございます。今年は2018年のハイライトを皆様にお伺いしておりますが、まあ、先ほどもね、今年は懐かしい曲をいろいろもう一回やっていきたいとかっていうふうにおっしゃっていましたが、個人的にはなんか2018年の一番ハイライトだった部分なんかありますか？ちょっと思い浮かばないけど、なんかハワイ行きました。ハワイ行った。キラウエアのやつ見ました。今見といてよかったなと思います。止まったんですよね、確か。噴火したんでしたっけ？はい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 。から なんでまたハワイに行こう？いろいろありまして、いろいろ。ちょっとこれあんまり聞かない方がよさそうな匂いが。はい、すいません。あれ、出たんですか？はい、聞きたかったんですけど、ハワイに結構その火山も見られてきたり、羽を伸ばして来れたのが2018年ハイライト。どうですか、なんかその私生活の中でも結構、まあ、落ち着いた2018年だったなという印象ですか？落ち着くことができますかね。バンド活動はなかなか楽しいので、それに一生懸命になって落ち着いてしまわないです。これは2018年がバンドの年だったですかね。はい。いや、でも素晴らしいと思います。ぜひライブ、あ、おアイドルと対バンした。ちょっと違う、え、ちょっと違うんですか？どんなアイドルと対バンしたのかちょっと気になるところですけど、それはじゃああまり突っ込まない方がよろしいというか。じゃあまたぜひまた来年は音楽付けが1位になると思いますが、ご出演お待ちしております。ラクダボーイズありがとうございました。ぜひ来年の方はラクダバンドとして登場していただくのをお待ちしております。さあ、続いてはエフェクターをバシバシに繋いでいただきます。なかなかアコーナイパープスで見ないですから、ね。
エフェクターがバシバシバシ。前回参加させていただいて、皆さんすごい新しいことがトライされてるので、いやこれ僕もちょっとおじけづいとってはいかんかと思いまして、アリル板を切って、おお手製で、なるほど、じゃあどんなステージになるか楽しみにしたいと思います。では君島さんお願いいたします。Oh!
皆さん振り落とす。あ、分かんない方多いですよね。クリスマスお疲れ様という意味です。クリスマスの夜に皆さんお疲れ様です本当に。僕レパートリー5曲しかないのですから、ちょっとクリスマスっぽいちょっとアルペジオで攻めようというそういうことで勘弁していただけないかなと思います。恋愛の歌をクリスマスですから、やっぱり、49年に生きていますと、やっぱり昔の恋人とか悲しい思いをすごいさせてきて、で今の自分がいるなと思うと、やっぱりこうクリスマスの日にですね、そういう、過去を振り返ってですね、これから未来に自分の奥さんとかお子さんとかお子さんとかそういう方との未来をに思いを馳せたりする、そんな夜になればいいんじゃないかなと思います。今日はですね、この
ルーパーチューやつを使いますので、かなりオーバーランするかもしれませんけど、まあ、あのクリスマスの夜ということでですね、ご勘弁いただければと。失礼します。
決めます。石川さんありがとうございました。さあ、ゆういちろうさん登場でございます。そしてその次がパインさん、水谷さん、久保さん、坂野さん、そして浩平さん、ユングフラさんと続きます。よろしくお願いいたします。さあ、ラインがピューピューと伸びておりますが、さあ、そんな最中、君島さんに話を伺っていこうと思うんですが、君島さん、こちら来ていただけますか。さあ、お疲れ様でした。新しいことにチャレンジするとね、トライアンドエラーの繰り返しですから。ありがとうございます。いや、来年の目標もできましたからね。そうですね。それは君島さん、2018年ハイライトはどんな瞬間でしたか。やっぱりこうやって音楽をもう一回やろうと思って、やり始めて、こういうアルマジロさんという場所があること、もう素晴らしいなと思って、本当にアルマジロさんありがとうございます。イエイ。じゃあ、来年の目標ができたことですし、ぜひまた練習を重ねて激しい曲をやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。君島さん、ありがとうございました。